最近さ、勉強あれしてるからさ、疲れちゃってさ、夜カップラーメンとか食べてるの、やばいね。そう、あまりに疲れすぎちゃってさ、カップラーメン食べてると泣けてくるよね。でもさ、うまいよね、カップラーメンね。たまに食べるとめっちゃ美味しく感じる。あ、本当？なんか私なんでカップラーメン食べてんだろうみたいな、なんか何のために来てんだろうみたいな、ものすごいなんかね、そういうのに襲われんだよね。嘘。カップラーメンはね、贅沢よ。まあ、贅沢だと思う贅沢品よ、とは思小うんさだけどさ、30過ぎて独身でカップラーメン夜食べててってなんかね、はあみたいになるんだよね。さあ、きっとね、ないものねだりなんだと思う。ねだってる？だって、それってさ、私からしたらさ、めっちゃ贅沢。どの辺が？で、夜中にさ、夜中にさ、一人でさ、好きなタイミングでカップラーメンを食べれるわけでしょ。まあそうだね、時間の使い方は自由だもんね。超贅沢じゃない？夜中にだってカップラーメンなんか食べようとした日にはどうしたのって言われるじゃん。そうだね、今言われることはまずないからね。なんでこんな時間にやめなって言われるじゃん。梅酒飲みながらさ、カップラーメン食べててすげえ悲しくなったんだよめっちゃ贅沢よ、それ。ね、ほんとないものねだりだね。